兵を育てるもまた一興。創生か。ごきげんよう、帝。彼、ご苦労。新生前田軍の出陣だ。行くぞマック。刑事、腹を決めろよ。それ、風が吹くぞ。早く襟元を押さえたまえ。悪い、小読みをつけ間違えちゃって。刑事、まったく、それがしが大将の何たるかを。あんた、物騒なもん持ってるね。もし、松根ちゃん、お説教は後ほどってことで。松永、久秀、夢じゃねえよな。本当にお前なんだよな。ごきげんよう、少年。愛も変わらず挨拶を知らぬようだな。残念だ。一度して刑事、冷静になるんだ。それがしが後を任せたのはそんなお前じゃない。刑事、ここは任せて本隊を呼びに行け。トシ、でも。しっかりなさい。あなたは前田軍の大将なのですよ。やった、任せたよ。可能な限り無ごたらしくだ。いいな、不満。でも赴きましょう。お背中お流しいたします。くそ、待ったよ。みんな、約束は守るぜ。今日の戦は全部嘘っぱち、悪い夢さ。本当のあんたは輝いてんだ。まあ、辞儀と言われれば返す言葉もないが、人を操り楽しむことこそ命の醍醐味ではないかね。なんと罪深き物言いよ。その方はあなたの持ち物などではありません。いや、風魔は私の収集品だが、君は何を言っているのかね。また人の道をいじくろうとしてるのか。秀吉にあったみてえにその人の道を狂わせる気か。なぜ怒る。兵もたちの手入れくらいはするだろう。手にした道具を磨くのは至極当然の話だとも。あとは俺を信じて引いてくれ。大丈夫だ。戦であなたの心を癒します。出張アナ娘。
流れ矢を避けつつ今日も戦場を走りたいと思います。心を震わせる戦、それに出会ったことはあるかね。始めよう。なんと悲しく虚しき生き方。刑事、皆を導く者はいたずらに心を乱してはなりませんよ。起きてくれよ。今は泣くなって叱ってくれよ。それがしお前が嫌いだ。何よりもお前の楽しむ顔が。敵意を受けても、剣は興味が湧かず申し訳ない。家を宝にする者などありふれていてね。頼む、ウマさん、目を覚ましてくれ。足軽になろうと思ったきっかけは？子供の頃から足軽が好きで、一日中戦ごっこしてたね。最近は軍師も好きで、好きな陣形合体は車係かな。完全なるものを貫く不完全なるもの、さぞ心地よき音色が響き渡るのだろうな。忍び、お前それでいいのか。北条殿が今のお前を見たらきっと悲しむ。情のかけらも伺えないが、そう導いたのだから当然だが。普段どんなことを考えながら戦っているんですか？そうだな、新しい陣形合体のいいやんねえかなとか。ほら、俺もそろそろ認められたいし。風魔さん、あんたがただものじゃないってのは分かってた。でもまさか松永なんかに手を貸してるなんてな。そのような自発、彼には存在しえないな。私が用いているだけだ。存分に胸を撫で下ろすといい。あなたの君主について聞かせてください。前の戦の怪我が心配だったけど、腕の振りを見る限りあと3戦はいけるかってところだな。お前はよくやった。本当によくやったぞ。俺みたいな奴にまでお声を。感激でいろいろ漏らしまいました。では先へ行かせてもらうよ。炭を眺めるたしなみなど持ち合わせてはいないのでね。なに、気にすることはない。うちの2歳の息子もよくそれと同じ失敗をするでござるよ。待つ、刑事、死んでも守る、守る。そう、トシ、俺のためにこんなになるわ。くそ、秘蔵の書を目にできたのだ。命くらいは諦めたまえ。遅れて現れといて大将だ。クソ、俺ってやつはよ、随分と好き勝手にやってくれたじゃねえか。一歩一歩に命を感じる。これが国を背負う重みなんだよな。トシ、松姉ちゃん、行くぜ。みんな、前田軍東大将前田刑事、マカリトール。松永、この人に一体何をさせようってんだ。ぜひ打ち合わせてみたい相手がいてね。その際、人間味などという重みは役立ちそうもないのだよ。風魔さん、北条のじいちゃんのこと忘れちまったわけじゃないんだろ。さあ、俺のこの手を取ってくれ。ああ、風魔、落とし前のある腕が出たぞ。なすべきはただ一つだ。迷うことはない。
今の軍で不満に思っていることは。なんかさ、陣の3階がグラグラするんだよ。他の軍はもっとこうガチッとしてない？あ、わかんないか。戦場でのあなたの役目は何ですか？陣形合体とかの時にさ、遠くからせーのって言うの。足軽にとって大事なこととは何でしょう？倒れながら小判を撒き散らすことだな。考えてみろよ、難しいだろ。知られざる足軽の苦労を教えてください。俺たちがわーっと逃げ惑う感じ、あそこだよ。あれが腕の見せ所だよね。いかに自然に慌てるかね。足軽ならではですね。あなたが今までにした戦場での失敗は。本当は俺軍師だったんだけどね。大将の愚痴言ってたら聞かれちゃって、で今こんな感じなの。大将が通るぞ。ありがたや、ありがたや。足軽になろうと思ったきっかけは。足軽はさ、生き様なんだよ。なるんじゃない、そう生きればいいだけさ。あなたの帰りを家で待つご家族へ一言。あの、自分仕事と家庭は分けたい派なんで、その質問は勘弁してもらえます？戦場でのあなたの役目は何ですか？これ俺は大将が危ない時にそれと何か教えるんだよ。特訓、特訓。それは知りませんでした。足軽を辞めようと思ったことはありますか？いや、自分足軽こそ主役だと思ってますから、誇り持ってやってますから。大将、あんたまだ生きてるんでしょ？だったらしっかり生きて、それから死になさい。若者の足軽離れが社会問題化していますが、戦の現場では何か影響はありますか？いや、新人だって結構頑張ってるよ。捨てたもんじゃないぜ。今足軽やってる若い奴らさ。一言お願いします。今の軍のいいところは。波紋がおしゃれ。なるほど。大将を称えるため討ち死にした後に霊界所に舞い戻りましてソーラー。あの、私あなたも敵じゃないんですけど。どうですか、この戦勝てそうですか？いや、ちょ、今話しかけないでくれる？ほっと空気読んで。もう竹トンボを持ってきたんだ。遊べばすぐに日も晴れるさ。いや、世の中そんなもんでござるんですが、やっと世間を知った。それで良いではないですか。大将、肩をお揉みします。この手の骨が砕けるわね。いろいろ背負うのに疲れたんだろ。下ろしちまえよ。ほら、気分だけは軽くなったな。一富士二鷹三なすび、一大将二大将三大将。知られざる足軽の苦労を教えてください。息状態っていうの、あの時にこうみんなで息を合わせてゆっくり動くのが一番きついかな。だって大将はまだマシっすよ。俺なんて肩通りの抵抗ならば結構だ。間に合っているよ。不満に思っていることは。たまにはおにぎり以外も食いたいよね。お稲荷さんとかさ。苦労も多いんですね。足軽にとって大事なこととは何でしょう。増票っぽいどうでもよさ、存在感の気迫さ、でもいる、その絶妙な力加減でそこに尽きるよ。戦場でのあなたの役目は何ですか？大将の後ろを走ってついてってかっこよく映すんだよ。ワッと寄ったり、こうサーッと引いたりとかな。叶うと思っていたのならいかにも愚かな楽観よ。それがしの日記の中には大将の文字しかありませぬ。良いでござるか。人の道に正解などないのでござる。それが
し好物の干し柿、食べかけでよければ一口かけてあげるでござる。大将のままも言ったらずっと寝たきりだったうちのばあちゃんが元気に踊り出したぜ。辛い時には俺は何にもしないのが一番だよな。すみません、お休みの日は何よ。いや、自分今仕事中なんで後にしてもらえます。あんたの身は分かるぜ大使。お母さんに髪を切ってもらって失敗したってことだな。大将の名を冠した祭りを週に9日は催すべきかと。大将のダメさ加減我らとも身近に思えて逆に安心いたしましたぞ。大将ならどんな油汚れだって落としてくれるぜ。あなたの君主について聞かせてください。振りが良くなったよね。体重移動もいい感じだし肉体改造がうまくいったレイってやつだろうね。相手の大将が強すぎると思いませんか。なるほどね。足軽目線で質問してみたって感じ。あ、いいかな。なんだなんだ、あんたらしくもねえじゃねえか。もっと自信持ってくださいよ大将。俺の田舎なら割といい線行くと思います。一言お願いします。今の軍のいいところは。月に一度の飲み会サンクラ。足軽になろうと思ったきっかけは。足軽ってのはさ、なろうとした瞬間に失格なのよ。なってたってのがそうです。なーに、拙者の失敗に比べればこの程度。一晩寝れば遥か記憶の彼方でござるよ。これが人を殺す手順だ。覚えたかね諸君。百戦錬磨のこのわしが言うんだから本当ですぞ。落ち込んだ時は捨て根からのずる休みでござる。でね、至急全軍に行ってね。大将が最高にかっこよく見える角度は正面。俺も代表なんだ。一緒に引き直さねえかい。戦場でのあなたの役目は何ですか。俺はあれだよ、小判数える仕事。まあいつも大体だけどね。内緒だね。そうなんですね。戦場付近にお住まいの皆さん、今日の戦も激しいので終了まではできるだけ外出を控えることをお勧めします。足軽をやめようと思ったことはありますか。何言ってんだよあんた。俺が足軽をやめる、それは俺が大将のために討ち死にする、その時だろう。大将ほどの偉人がこの世にいていいのか。無論いい。主の不運を払うため一押しを呼んでまいりました。いや、まあ気持ちの問題でござるよ。使えばいいのさ。俺たちに言わない大将だけの特権、再挑戦ってやつをさ。大将のもんどころが目に入って血の涙。この肉の焼け焦げた匂いだけは未だ慣れぬ。正直ひどくありふれている。
兵がいささか凡庸に過ぎただけだ。何とでも言えよ。けど絶対に止めてやる。そうでなきゃあの日の秀吉に合わせる顔がね。ああ、それは今度にしてくれないか。今日は風魔のために来たのだ。昔のことなど忘れたまえ。風魔、稀なる不足に目覚めたまえ。来い風魔さん、俺と一緒に歌舞伎屋を。火薬で足りないなら切り刻むまでだ。おごれる者は久しからず。我らを侮ったが失策ぞ。すまないな。どうにも先ほどから失笑が止まらなくてね。以上、戦場から足軽さんたちの生の声をお伝えしました。ではまた別の戦でお会いしましょう。さようなら。火の音、死の音、いささか飽きたな。耳にしたいものだな。私を変えるほどの音色を。無血の妙、不足の美、その二つが響き合うとき、いくつの心が生まれいずる。今日はザビー曜日。やだな、もう家に帰りたいな。あの者に鉄槌を加えるデメを。ここ緊張と回転で目が回っちゃうな。戦で博打は面白か思考じゃ。大当たりは多いよ。さて、
兼重殿と共に戦えるとは、おいの青鸞も喜んどる。はい、手前の雷霧も互いの獲物を響かせて荒れ狂う天となりましょう。世への中心大義であった。晴れぞ、かの者を熱く弔ってやってくれ。おっしゃる通りに。感じたことはないかな。この世がすでに壊れていると。己が望みのためだけに一匹の鬼ば作るさ。閻魔の仕業中にはちいとやりすぎねえ。あいにくだが、ケイと違いこうでもせねば満たされなくてね。何も喋ってくれない。きっとわしみたいにいろいろ考えてるんだろうな。頭かきたい。でも雷霧持ってるし、かけないな。刀を抜けばどちらかが死ぬ、それだけだ。もしも鬼になるためなら手段は選ばん。私一人愛のスパルタレス。ヨシテル様、どうかその場より我らが粉塵をご覧あれ。わかった。黒と出るか赤と出るか、定まりの見えぬことよ。生きる道を感じずにはおられぬ。一つ焼け食いと行こうぜ。俺のスネアだよ。なーに、おごってくれりゃそれでいいさ。しとやかなる目に興じたいのだ。
認めてやりますよ。お前は幹部信者スタートです。その方が育てた男だ、風魔小太郎。これはたまらないな。ああ、それはすでに風魔ではないよ。彼の名称は不足の美だ。覚えておいてくれたまえ。行きなさい、宗師。ここで帝に恩を売り、あわよくば信者にするのです。よいでございます。相変わらずむちゃくちゃ言うなこの人。大将、これからは馬じゃなくて俺の背中に乗って戦場を駆け回ってください。見るべきものはあらかた見たな。では仕上げていこうか。恐竜岩をたしなみたまえ。ヨシテル様が得るも道理か。命運尽きるまで死ろうか。後悔はあるまい。背負った哀愁の数だけ人ってのは大人になるんだぜ。やたい、この者とヨシテル様との立ち合いを。ビーの中の人をやりたい信者はお前の他にも5万といるんですよ。従うこと、こそ武士の道と見つけております。見せてくれるのだろう。まさか世が機会を与えられる側に回ろうとは。楽しいな、クソクヨン。おかしいな。なぜこの胸が何一つとして響いてくれ。ありて焦りし空気のこと合わせ、いたら定めの旋盤を。
しんでもらえているかな、友よ。そうだな、ここでも少し趣向を凝らしてみようか。どうした、ヒサヒレ。憂い顔など不遂というものだぞ。そういえば、今の不足にも似た男とどこかで会った気がするな。このような気をもたらしてくれた霊だ。さあ、いかようにでも定めを回せ、サヒデ。ならば、この赤霊のみをわずかな収穫とし、詫び式の伊達に興じるとしようか、帝よ。ケイトの開口は別の意味でも果たすとしよう。ケイから生じるものは、お前こんなものか。なかなかに面白い立ち合いだったぞ、友よ。喜んでもらえたかね。それは何よりだ。しかし、いささか木山を誤ったやもしれないな。ん？ケイのすべてを響かせる、映し出せるのは彼ではなかったということだ。そう、ちょうどもう一人心当たりを思い出したよ。ほう、ではああ、今しばらくのお預けだ。乱世を駆け抜けた英雄、創世の道のり。新たな日の本は一人の英雄により築き上げられた。受けたまわろう。その時代は千年の時を超えて繁栄を極めるのであった。